大学生の頃の話なんだけど、夏休みの頃かな。その頃、地元の中学が一緒だった友人と俺入れて、3人でよくつるんでた。ガンダムを追っていうトレカにハマってて、友人の家に集まってトレカして酒飲みながらオールしてみたいなことをしょっちゅうしてた。仮に、友人を、友人 A と友人 B としよう。友人 A の家が、結構大きな家で、自宅の横に離れの家があって、今は誰も住んでなかった。だから、俺たちはいつも、そこで夜遅くなってもどんちゃん騒ぎしてた。ある日、いつものように、友人 A の家に向かおうってことになって、友人 B と一緒に行くことになった。友人 B の家は、俺の家から、徒歩2分くらいでめちゃくちゃ近かった。友人 A の家は、そこから、自転車で30分くらいかかるところだった。友人 B の家に集合して、二人で喋りながら、自転車で A の家に向かった。俺たちの地元はいわゆるど田舎で、周りは一面田んぼ。中学生の頃は、ゼロマとか買うために、近くの本屋まで1時間近く自転車こいでた。だから、当然街灯も少ないし、夜になると真っ暗になるところもたくさんあった。A の家はいわゆる農家で、田んぼの中にポツンと立ってる感じ。だから、向かう時も、細い田んぼ道を通っていく必要があった。車1台通れるくらいの道かな。すれ違うのは多分無理。街灯もなくて夜になると真っ暗になる。そんな道を、B と2人で自転車で走ってた。周りは、真っ暗で、自転車のライトで、ほんの少し前だけが照らされてる感じだった。そんな道だけど、一箇所だけ明るいところがあった。踏切だ。田んぼ道は、線路沿いになっていて、踏切がある場所だけは、街灯が灯ってて周囲がわかるようになってた。あとは、電車が通れば明るくなるんだが、ど田舎だし、時間も、午前0時を回ってたから通る電車も貨物列車くらいだったと思う。俺と B の50メートル先くらいに踏切が見えてきたところくらいで、B が急に、あれ、何?と聞いてきた。俺が、踏切の方を見ると、何かが、踏切の前で動いてるのが見えた。その頃の俺は視力が悪いのにメガネはかけないで、講義とか運転するときだけメガネをかける人間だった。だから、ぼんやりと何かが動いているのは分かったが、それが何かまでは分からなかった。なんか動いてね。と B に尋ねると、B は、あれはやばい。ちょっと遠回りになるけどお返しよう。と言ってきた。俺は、え、何?幽霊的な。とふざけて返したが、いつもなら、おちゃらける B が真面目な顔だったので従った。踏切より、手前の道を曲がって、踏切の前を通らずに迂回しながら進むことにした。その迂回してる時に、B に改めて聞いた。結局あれなんだった。すると、B は、俺も遠くて正確にはわからなかったけど、多分子供だ。小学生くらいの、その子供が、踊ってるように見えた。と答えた。深夜0時過ぎに、こんな暗い田んぼ道で踊ってる小学生。確かに不気味だと思った。けど、小学生なら最悪なんとかなるかとも思ってたと思う。とにかく、その時点までは、そこまでヤバいとは思ってなかった。ここからは、その不気味な小学生っぽいやつを小学生と呼ぶ。俺と B は、迂回してた道から、さっきの線路沿いの道に戻った。踏切は、もう、俺たちより後ろにあって、うっすらと見えるくらいの距離だった。B は、まだ踊ってるよ。不気味だな。なんて言ってたけど、俺はもう大丈夫だと思って、平気平気。というか警察に行った方がいいんじゃないか。と、その子供のことを少し心配していた。すると、踏切の方から声が聞こえてきた。おい、おい。俺と B は、踏切の方を振り向いた。すると、さっきまで踊っていた小学生が、こっちを見ながら手を振っていた。普通ならなんともない光景なのに、その時の俺は、なぜか、体中に鳥肌が立ったのを覚えてる。それは、B も同じだったようで B が、逃げよう。と言ってきた。俺もうなずいて、二人で、自転車を、それまでより速いペースで漕ぎ始めた。やばいな、なんだよあれ。と B に話しかけると、B は、後ろを振り返った後急に立ち漕ぎしだした。俺は小学生が追いかけてきたんだと思ったが、後ろを振り返る勇気がなく、とにかく、B に続いて立ち漕ぎしてスピードを上げた。徐々に、小学生の声が小さくなっていき、俺と B も、自転車のスピードを緩めていった。まだいる。と、俺は B に聞いた。B は後ろを振り返り、いや、もう見えないな。と答えた。俺は安心すると同時に、あれって、本当にヤバい系かな。と B に話しかけた。B は、わかんないな。でも、霊的なやつではないよね。はっきり見えるし、なんて言ってた。その言葉を聞いて、また少しホッとした。それから、すぐに、遠くの方から、電車の音が聞こえてきた。貨物列車がこちらに向かってきていた。貨物列車が線路を通り過ぎるおよそ1分半くらい、俺と B は喋るのをやめ、列車の走行音だけが響いていた。走行音が小さくなってきたあたりで、変な音が混じっているのに気づいた。ガタンゴトン、ガタンゴトンの列車の音が小さくなるにつれて、その混じった音が大きくなっていくのがわかる。そして、その音は、聞いたことのある声だった。おい、おい。さっきまで聞こえていた小学生の声だった。B の方を見ると、B も聞こえているらしく、泣きそうな顔をしていた。俺は後ろを振り返ったが、真っ暗で何も見えない。踏切はとうに通り過ぎ、街灯もないため、小学生の存在を確認することができなかった。B も何も見えなかったようだが、おい、おいとこちらを呼ぶ声は、小さくなるどころか少しずつ近づいてきているように大きくなってきていた。俺と B は、
また自転車のスピードを上げて進んだ。でもスピードを上げているはずなのに声が一向に遠くならない。なんなら大きくなってきた。俺も B もおかしいと思いながらひたすら自転車を漕いだ。その時それは起こった。周りは真っ暗。自転車のライトで照らされた少し前の光景。そこに飛び込んできたのは半袖半ズボンのガリガリの少年が叫びながらこちらに向かって全力疾走してくる姿だった。その瞬間 B は叫びながら自転車を捨てて逃げ出した。俺もパニックになり自転車を乗り捨てて走って逃げた。とにかく 200m くらい来た道をひたすら逆走した。しばらくして冷静になると小学生の声は聞こえなくなっていた。俺と B は携帯のライトを照らしながら自転車のところまで戻ることにした。そこには小学生はいなかった。そこから先はよく覚えてないけど、とにかく二人で一言も喋らず A の家を目指した。 A の家について、 A が玄関のドアを開けた瞬間に安堵というか安心して一気に B と二人でさっきまでの話を A に話した。 A はなんかの間違いじゃねと信じてくれなかったが、ただ一度安心するとその後はお酒も入ったからかそんなこと忘れてひたすらガンダムをやってた。午前3時くらいになった時 A の兄貴が突然酒を持って入ってきた。そしてさっきコンビニから帰ってくる途中で田んぼ道のど真ん中にパトカー止まってて参ったわと言い出した。え、と B が聞き返すと、いや、あの踏切のところこんな時間にネズミ捕りってわけでもないだろうしな。詳しく話を聞くと A の兄貴が酒を買いにコンビニに向かって帰ってくる途中、俺と B が小学生を見たあの踏切のところにパトカーが止まっていたとのこと。パトカーが止まっていたため違う道を通ってきたが、遠目から見た感じだと警察官が踏切の周りを調べていたらしい。終わりです。最後はよくわからない感じで終わりましたが、これが今までで一番怖かった体験です。今、谷、あの少年の走り姿がトラウマです。ありがとうございました。